ペトラちゃんは見た。私はカニ。来年結婚式を挙げるため同棲中の彼氏トクサと準備をしている最中だ。ねえトクサ、月末の土曜日大丈夫さ？今ギクッとした。ドレス選びに行くって言ったの覚えてる？覚えてるんだけど、実は。ドレス選びにトクサ君のご両親が来るの？この人は私の兄の奥さん、ツツジさんだ。とても優しくて私の良き相談相手でもある。トクサが断ってくれてるんだけどね、多分無理やりついてくると思う。お姑さん、嫌がらせしてくるって言ってたけど大丈夫？そう、トクサのお母さんは性格に難ありで、結婚の挨拶に行った時から。あら、随分と女らしくない人が来たわね。もっといい人いなかったの？カリンは十分女らしいし、すごくいい人だよ。事前にトクサから聞いてはいたけど、いきなりかましてくるとは。トクサって女の趣味悪いのね。それ以上言ったら承知しないぞ。この日はそれだけで済んだのだが、顔を合わせるたびに、ああ、トクサにはもっと女の子らしい人が良かったんだけどね、とか。スポーツが趣味？本当に男みたいな人ね、とか。あなた不器用でしょ？見た目からしても乱暴そうだものね。あ、母さん、とか。ことあるごとに私に突っかかってくるのだ。はあ、思い出しただけでイライラしてきた。心配。トクさんも毎回怒ってくれてるんだけど。いい加減にしろ。あら、怖い怖い。なんか怒られ慣れてるっていうか。ドレスにあれこれ注文つけてきそうだけど、我慢するしかないかな。あ、カリンちゃん、ドレス着るの？びっくりした。おかえり。ただいま。この子はユリちゃん、兄とツツジちゃんの娘。すごい、いいな。来年小学3年生になるのよね。ツツジさんのおかげか、とても礼儀正しいいい子で、ディニープリンセスが好きなちょっと夢見がちな女の子だ。ほらユリ、びっくりさせたらダメでしょ。ねえお母さん、ユリもドレス見に行きたい。え、ダメよユリ、そんなわがまま言っちゃ。でもいい考えかも。ツツジさんとユリちゃんが一緒ならお母さんも変なこと言わないんじゃ。あ、なるほど。ツツジさん、カリンちゃん、行っちゃう？わーい。ということで、ドレス選びの当日、私、トクサ、トクサのご両親、ツツジさん、ユリちゃんとなかなかの人数で行くことになった。おお。カリン、そのドレスすごい似合ってるぞ。うんうん、綺麗だよ。そう、よくお似合いですよ。カリンちゃんすごい、お姫様みたい。なんかすごい照れくさいな。はあ、まったく、何を言ってるのかしら。全然似合ってないじゃない。おい、何言ってんだよ母さん。そもそもあなた背が高いのよ。ドレス着ても全く女らしくなくて、まるで男みたい。やっぱりツツジさんとユリちゃんがいても態度は変わらないか。母さんやめろよ、ユリちゃんの前で。あら、怖いわね。わかったわよ。まったく、トクサは怒りっぽいな。お父さんの態度もいつも通り。ユリちゃん、ヒールはどうするの？ヒール、ただでさえ背が高いのにヒールなんて履いてどうするのよ。でも、トクサ君も背が大きいですし。そうだよ、ヒール履いても何の問題もないだろう。その後も、肩幅ありすぎ、肩出さない方がいいわ。そうだな。ちょっとそのドレスシンプルすぎるわ。カリンさんの悪いところが隠せないじゃない。そして数時間後、全然ドレスが決まらない。これで何着目？それもこれも文句ばっかり。なんか疲れちゃったわね。はあ、まったくもう。早く決めてくれないか。誰のせいで。ゆりちゃんにもう悪いことしちゃったな。こんなドレス選びじゃ楽しくないよね。ゆりちゃん、どうしてそんなに意地悪なことばかり言うの？あなたたちにその心はなんて言うの？ゆり、こんなのってひどすぎる。あなたたちはカリンちゃんに謝るべきだわ。なんかやたら演技かかってないか。うん、なんかミュージカルっていうか。開いてあげます。これプリンセスエトラのセリフ。プリンセスエトラ？エトラってお姫様が悪と戦うっていう最近始まったアニメなの。ユリすごいハマってて。ちょっと何よ、意地悪だなんて。この子何なの？おっと、あのお母さんがちょっと引いてる。珍しい。頑張って。
だ、ゆり。そうだよ、お嬢ちゃん。私たちは別に意地悪なんか。うん、やりなさい。魔女に従うコアクト。魔女コアクト。よく言った、ゆりちゃん。確かに魔女っぽいかも。ほら、魔女もコアクトも邪魔するんなら帰れよ、シッシ。何よその言い方。この子もしつけがなったの。こちらとしても気持ちよくドレスを選んでいただきたいので、申し訳ありませんが、お帰りいただけますか。はい、プランナーさん、ガッチャブ。そんなことがあってから数年後。いや、あの時はスカッとしたな。ほんとほんと、あんなにタジタジになったお母さん初めて見たもの。一緒にいてよかったよね。あの後は魔女とコアクトって言ったら押し黙るようになったもんな。ほんと助かった。カリンの悪口言うなよ魔女、コアクトも。今は私も言い返せるけど、当時は猫かぶってたから本当に嬉しかったのよね。私も嬉しくて、今じゃユリ以上のプリンセスエタラのファンになっちゃったし。本当にありがとね、ユリちゃん。パパもその場にいてビデオ撮っておきたかったな。もうみんな集まるたびにその話するのやめて。ご視聴いただきありがとうございました。小さい頃はとても純粋ですからね。おまけにアニメや漫画に影響されやすかったりしますから、黒歴史というものは出来上がってしまう運命なんでしょうね。まあそのおかげで身内はとてもスカッとしていい思い出になったりと、美談として語り継がれていっても私は良いと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。